意外と昼から風出てくれてますね。夏場はこっから暑いのにね。そうっすね。夕方なんかも子供釣れるやん。まあや、茶色いでええんやろな。茶色くなかったら覗き込んどんで絶対見られとんねん。うわもう完全に出遅れたわ。ラインブルーになったけど、この辺釣れる場所やねんけどな。冬の間に起きとかこれ釣ったことあるわ。あれっすリピーターやん。リピーターさんやん。レギュラーやん。レギュラー。レギュラー出演。上気ぃつけや、風きついからな。え？風きついから気ぃつけなあかんね。下にやるか。下にやる？反対の手。はい、お疲れ様です。午前中ね、半分からね、こっちが深瀬の方いてはったんでね、半分までぐらいで折り返してたんですけど、午後からね、帰られたんで橋までね、今歩いてきまして、まあ道中ね、高い方も近藤さん結構数上がってましたね。こっちがちょっとね、寂しかったんですけど、最後ね、またここ結構ね、当たるんすよね、この端っこで。まあ今ね、角まで来たあたりで、かけましてね、まあまあサイズもそこそこね、いい方の子が上がってくれたかなっていう感じですね。まあ予報通りね、結構昼から風吹いてきまして、結構落としにくいんですけどね、高い方も近藤さんだいぶ落としにくそうにね、二人取りながら、数釣ってましたんで、まあ今からね、折り返し、僕ちょっと高い方行きながらね、落として戻っていこうかなと思います。今がね、1時30分です。今日ね、3時上がりなんで、戻った格好でね、終わりかなっていう感じですね。まあ今からそしたら戻り格好でね、やっていきたいと思います。向こうの橋から近藤さんの息子さんね、走ってきまして、釣りしたいから来た言うて、戻り格好ね、低い方で近藤さんつきながらね、落としていくかなっていう感じですね。結構風きついんでね、落としにくいんですけど、まあ反応良かったらね、結構食いついてきてくれるかなと思うんで、まあ、散るのね、感覚味わってもらえたらなと思います。
すごい。おーい。かわいいし綺麗し、ようかけたね。ちっちゃいこれ。すごいやん。かわいいな。すごい。すごいやん。おもちゃみたいや。セットサイズや。逆に白線にした。すごいやん。めっちゃ綺麗やん。かわいい。よいしょー。そしたら戻り格好で行きましょうか。もう今半分超えましたんでね。このさんのね、息子さんもさっき来てね、落としてたんですけど、やっぱり体力もね奪われるんで、子供特にね、まあ無理ささんようにだけしながら、ちょっとねこの釣りの面白さをね体感してもらったらいいかなと思います。しゃがんで風でね落としにくいんすよ。ほんまスリットおもろいやろな、こんな感じ。またスリットちょっといきますね。なんて夕方あかんな。ねえ、真っ昼間が一番やばい。さっきので最後か。よいしょ。どうやった？おもろかった。暑かった。暑かった。
暑かったけど、まあちゃんと休憩しながらしたら大丈夫やったな。釣っててん。すごいギュンギュンってきたやろ。強いやろ。重たかった。重たかった。また元釣りに来ような。休憩してたら大丈夫よ。飲み物ちゃんと飲んでな。怖なかった。怖くなかった。怖なかったか。そうかそうか。おもろかったらそれでよし。よかったですね今日。まあぼちぼち。そうですね。そんなにあのボコボコとかじゃないけど、程よくなんか僕らも楽しめましたね。そうですね。ほんまに。ちょうどいい感じで。ちょうどいい感じ。まだちょっと。リーとも一緒に。はい。な。もう歴積んでいかなあかんもんな。まだ釣りに来ようよな。また出る。まだちょっととりあえず片付けて今日はもう終わっとこうか。もうええ時間やわ、はい、船もうすぐまた来るからな、はい、ちょっと片付けて待っとこうか。じゃあね。